はい、どうも、なにわ昇龍会の久保です。はい、ということで今回ですね、行われました神宮球場でヤクルト対中日ドラゴンズの試合が行われましたが、7対3で負けました。くそー、4連勝してたんですけどね、連勝ストップ僕で止めてしまった。くそー、申し訳ないな。今日5連勝してほしかったですけどね。ということで今回のですね、試合の流れを、言っていきたいと思います。それではまず、本日のスタメンですね、では言っていきたいと思います。1番センター大島選手、2番ライトアルモンテ選手、3番レフト福田選手、4番ファーストビシエド選手、5番サード高橋さん、6番セカンド阿部さん、7番ショート京田さん、8番キャッチャー木下さん、9番ピッチャー柳さんという、スタメンでございました。それではまず、先発の柳さんのピッチングですね、とあと打撃の成績などを説明というか流れでやっていきたいと思います。まず、1回ですね、柳さんのピッチング、フォアボールを2つ出しましたが、なんとか、無失点で抑えることができました。よかった。ここをね、まあ、1回なんで序盤からちょっと苦しい立ち上がりだったんですけども、なんとか無失点で終えれました。はい、2回、また柳さんのピッチング、2安打打たれましたけども、ここも無失点で、なんとか抑えられました。はい、まあ、1回2回とちょっと危ない、まあ見てて、まあそうですね、まあ無失点なんで、まあ、なんとかって感じですかね。で、3回の表ですね。バッター福田さんの時にランナーが3塁にいまして、ここを福田さんがセンターへタイムリーヒットで0対1にしました。すごい。ここで、まずリードを奪います。そして3回裏、2、3塁のピンチでしたが、宮本さんをショートゴロに抑え3アウトチェンジ、ここを0で抑えました。そして4回表です。柳さんが、ランナー2塁からですね、レフトへタイムリーツーベースで0対2にします。いやほんまに柳さん、なんか普通に野手みたいなヒットでしたよね。ピッチャーやと思えへんぐらいのヒットだったんで、なかなかいい音でしたけどね。はい、そして4回裏、ちょっと4回裏ですね、京田さんが悪送球をしてしまうんですね。ここでまあちょっと流れがね、ヤクルト側に向き始めたかなっていう。まあ、ただ高橋さんがですね、バウントでバウントフライをスーパーファインプレーでアウトしたんですけども、その後坂口さんにツーランホームランを打たれて2対2の同点になっちゃうんですよ。だからやっぱりね、一つのミスが結局こういうことになっちゃうんで、そっから、流れがちょっとヤクルトの方に向いてきちゃうんですね。5回、青木さん、西浦さんにホームランを打たれ4対2。ここで柳さんがマウンドを降りました。はい、まあ、2本打たれたらね、さすがに与田さんも降ろしますね。はい、そして岡田さんがマウンドへ上がりますが、中村さんと坂口さんに打たれてしまい7対2の5点差に広げられてしまいます。
す、岡田さん。ね、ちょっと調子悪かったですね、今回も。切り替えてください、明日から。そして、6回、岡田さんに代わりまして、浜田さんですね。あの浜達さんです。はい。しかし、村上さんにですね、デッドボールを当ててしまい、危険球で退場になっちゃいます。ですね、ちょうど耳の裏あたりにトーンって当たっちゃって、残念ながら、退場になってしまい、急遽マウンドに上がったのが木下さんです。はい、まあ、フォアボールは出したものの、無失点で抑えることができました。あのね、満塁の場面で、山崎さんに当たって、ダブルプレーで、無失点に切り抜けたと。もうここがでかかったですね、結構。そして7回、木下さんに代わりまして、山井さんがマウンドへ上がります。そして、ですね、途中で代打で出場していた直道さんが、落球をしてしまうという、まあ、直道さん結構守備が上手いイメージがあったので、まあ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 、でもしょうがない。今日はちょっとあの、ショートの、京田さんと直道さんにちょっと守備の面でミスが目立ってしまいましたけども、ここは、なんとか、ですね、2、3塁のピンチでしたが、無失点で抑えることができました。山井さん、素晴らしい。すごい。そして、続きまして、8回ですね。8回、山井さんに代わりまして、ゴンサレスさんに、がマウンドへ上がりました。そしてフォアボール出しましたが、きっちり無失点で抑えることができました。はい。そして、9回、なんとノーアウトですね、打つ方ですね、打つ方の9回です、ノーアウトでなんと満塁の場面で武田さんに回ってきて、犠牲フライで1点を返します。そして7対3としますが、反撃はここまでということで、はい、7対3で負けてしまいました。残念。まあでも今回のヤクルト戦も勝ち越しできたんで、まあ今日は忘れて、明日からね、また切り替えていきましょう。今中日は調子がいいので、しょうがないです、今日の負けは。ということで、ですね、続きまして、久保の明日のスタメン予想のコーナーに参ります。はい、それでは行きましょう。1番センター大島選手、2番ライトアルモンテ選手、3番レフト福田選手、4番ファーストビシエド選手、5番サード高橋周平選手、6番セカンド阿部選手、7番ショート京田選手、8番キャッチャー郡司選手、9番ピッチャー松葉選手なんじゃないかなと思います。はい、まあそんな変わってないんですけども、キャッチャーだけ今回変えてみました。で、前回の松葉さんの登板の時は木下さんだったんですけど、昨日とついと郡司さんがスタメンマスクかぶってたので、今回は、昨日とついは、まあ、勝てたのもあって、多分郡司さんに一回変えるんじゃないかなって思いました。はい、いや木下さんかなとは思ったんですけど、まあ郡司さんで行こうと思います。はい、あとはまあ打順も変わらずって感じですかね。はい、ということで今回、負けてしまいましたけども、明日松葉さん投げてドラフォーを明日
毎日ドラドラ話で言えますように、僕じゃないけど動画はした。はい、ということで、以上、久保の今日のドラドラ話でした。明日は勝つぞ。それではまた明日です。バイバイ。ドラゴンズ、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 ドラゴンズ。